コミュニケーションコーチです。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。因果応報、蒔いた種は必ず刈り取る、天網開会損にして漏らさずと言いますが、実際にこの世を見て大国の独裁者が何の罪もない人々を大丸々して、それでもその人は普通に畳の上で普通に亡くなっています。これだけの莫大な業は何万回転生しても償えるものではないと思います。それでも天は因果応報、天網開会損にして漏らさずを徹底されているのでしょうか。ということで、1つ目、天網開会損にして漏らさず、2つ目、肉体、3つ目、魂、4つ目、やったことは回収するということで、4つのテーマでお送りしていきます。で、1つ目ですね、天網開会損にして漏らさず。すいません、私はこの言葉をよく知らなかったので、解説をちょっとしておくと、老子第73章から、天の張る網は広くて、一見目が雷王であるが、悪人を目から漏らすことはないと。悪事を行えば必ず捕らえられ、天罰を被るということと。これがことわざの意味で、ことわざじゃないかもしれないですね。これ老子が言ったことだと思うんですけど、で、通常の因果応報にあたる部分と、善行に生きなければ人生がうまくいかないという成長に関する大きな方向性を指していると。ヨガの8則っていうのがあるんですけど、ヨガの8則なども人生の取り組み方となっていると。アヒンサ、過去非暴力、非殺傷、サティア、嘘をつかない、アスティア、不当、プラフマチャリア、禁欲、アパリグラハ、布団、これはやらないことで、やることは別途教えがあるんですけど、まあ、そのような教えがあるという感じです。2つ目、肉体。魂が肉体次元を心の底から味わうための大切な乗り物と、主に五感を体験するための道具と。これは地球服と呼ばれ、国によっても違うが、70から80年の耐久年数があると。で、割ともろく食料や医療などにより耐久年数が違う、まあ、要は寿命が違うという意味です。また肉体の遺伝や本人の過去性などの影響も受ける、これらはあくまでも肉体次元の話であるということなので、まあ、普通の一般的な人間、地球人としてはこの肉体を自分だというふうに完全に認識して生きている。なので肉体が受けた喜びとか悲しみとか苦しみを自分の人生だと思ってるんですが、これはもう本当にただの乗り物でしかないと。乗り物なのでセンサーがついていて、どう見えるとか、何が聞こえるとか、どんな匂いがするとか、どんな感触かということをただ味わうためだけの設定ですね。ただの数字上の認識するための道具になっているのが肉体ということです。なのでこの肉体のことをまず本当に知らないと、さっきの、まあ、全て因果応報の話になってしまうので、肉体のことを理解すると肉体次元から飛び出すことができるという感じです。この今日の話の中には出てこないんですが、肉体が何かしらのダメージを受けると感情が動くと、もしくは肉体が何かしらの喜びを受けると感情が動くっていう風になっているので、この肉体と感情ですね、感情体、感情の体みたいなものが非常に大きなセットになっていて、もうほぼほぼ 99.9999% の人はこれらを自分だという風に認識してと、まあ、心も含めてですね。なのでそこがこの肉体次元の醍醐味であり、なかなか気づかない盲点になっているという感じです。3つ目、魂。石山の言う魂の定義は、これもう教えによって違うんですけど、成長とか進化可能な部分を魂と呼んでいると。私の場合はです。で、つまり肉体次元を通して、肉体次元を通じて、魂が成長するっていうふうに、この肉体次元は設定されていると。で、ある本では、魂部分は入れ替わるとされていると。つまり次元が上がっていく、成長すると入れ替わって、で別の魂が設定されて、その魂に沿った体験をするというふうにできていると。逆に下がると、その下がった事象に対して魂が経験するということが起きる、まあ、こんなようにできていると。で、自分のリーディングではですね、不生不死、生まれもしない死にもしないの霊体は成長もない完全体である。完全体で神の体みたいな身体の部分で、死んだ時点で霊体はなかなか成長しないというふうに言われていると。つまり肉体がなくなってしまうと、もう苦しみがないと、もう体がないんで痛くもないし、腹も減らないし、欲望もないんで何もすることがないみたいな、私はそういうふうに捉えているので、なかなか成長が起きないと。
で、魂視点に話を戻すと、魂には善悪とかないです。で、もともとクリエイター創造主に善悪とかないんで、どんな困難なことも魂はですね、心の底から大歓喜、大きな喜び、大歓喜しながら味わっていると。で、人間から見たらっていうのは人間の肉体とか感情体のところです。で、不幸とか悲惨とか痛いとか狂っているとかすら大歓喜が魂視点です。なので、今言ったように肉体とか感情体は喜んだり悲しんだり痛いとかっていうことをもうダイナミックに味わってるんですけど、魂の単体としては全てが大歓喜、大喜びでそこに取り組んでいるという感じです。で、なぜならそれが新しい経験となり魂が成長するからという意味合いです。4つ目、やったことは回収する。で、ご質問の内容の通り漏らさず回収しなければならない。〇〇されても大歓喜、〇〇しても大歓喜、生き死にに関わることです。〇〇は、なので〇〇されても大歓喜、〇〇しても大歓喜なので、大量〇〇される側もする側も大歓喜っていうのが本来の魂の受け取りです。で、これらは地球上では言ってはいけないこと、喋ってはいけないことに属すると。こんなこと本当は YouTube で喋ってる場合じゃないんですが、なぜ言っちゃいけないか。魂の成長度合いが低いものが丸々しても良いと大きな勘違いをするからです。まあ、ブッダはこれを言わなかったってのは、その当時の人間がそのレベルじゃなかったので、自分がもう聖者だったのでそのようなことは言わなかったと。私はそんなことを考えなくていいんで、言っていいこととなっているので、今この時点でお話ししてるという感じ。ただやってはいけないことで間違いないので、さっきのヨーガの八子息みたいなことなんで、そんなことをやっていたら魂が余計な寄り道を回り道をしなきゃいけないので、まあ、ここはやらなくていいという感じです。あと、どちらにせよやったらやられるという方を体験しなければならないと。で、この創造主ですね、クリエイターの力は無限なので、人間だとですね、漏れがあるとかないとかを考えるんですけど、そんなこと考えても無駄なので、もう全ては法則の通りに徹底的に行われると思っておけばいいと思います。本日の動画がためになって面白かったという人は、ぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、ご質問とかご感想いただけるとありがたいです。動画の最後に QR コード出てきて、 QR コードスキャンすると私の LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行してるのと、動画1本ついてて5分ぐらい見るとアンティークコイン投資でお金を増やす、守るっていうことで個別相談できるようになってますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。あと動画最後まで見ると、関連動画、おすすめ動画って出てくるので、まあ様々なことを喋ってますので、あなたにとって大事な動画が出てくると思うので、ぜひそれも見ていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。